送料はショップチャンネルが負担します。全国どこでもどのサイズでもテレビもネットの商品も15日まで。ハッピーバレンタイン、2月14日お茶以降の時間となりました。今月はバレンタインウィークということでイベントしております。こちらこの番組の投稿を読ませていただいた方、優しいぬくもりお届けしますバレンタインウィーク、読ませていただいた方全員に番組特製のブランケットとバッグプレゼントいたします。投稿中複数ご紹介させていただいてもプレゼント1点、ステッカーはご紹介のたびに差し上げますので、ぜひお待ちしております。バレンタイン過ぎても16日までこのイベントやっております。でこのバッグとかわいい、そしてブランケット、肌触りがすごくいいので、このまま膝掛けにしてお送りしたいと思います。そして今週のテーマ、もちろんバレンタインにちなんで甘い話聞かせてくださいというテーマ、ありがとうございます。テーマ採用の方にはゴールドステッカーお送りします。で投稿取り上げさせていただいた方はこちらのステッカーランダムで1枚差し上げますので、ぜひお待ちしております。では早速いただいた投稿を読んでいきたいと思います。かぼす様、20年前のお話ですが、ずっと好きだった彼にチョコを渡せたこと、その彼とお付き合いが始まったこと、その彼が旦那様になり、今も私は主人のことが大好きです。ありがとうございます。ステッカー差し上げます。本当に最初からすごく甘い素敵なお話、これ以上のエピソードがあるんでしょうかという美しく尊いお話を、本当にかぼす様ありがとうございます。少女漫画の世界、いや素敵ですね。こんなこと本当にあるんですね。あの若いうちに出会った人が一番いいとか言いますよね。それをされたんですよ。本当に憧れます、羨ましい。そしてかなた様、4年前にショップチャンネルさんで出会ったカファレル、私の推しチョコになり勝手に宣伝を始めました。甘く美味しいは正義で幸せなんです。今年は娘大学生のトモクチョコ用に私が勝手に買い、勝手にラッピングしてプレゼント、娘のお友達から今まで一番美味しかったと連絡がありました。宣伝成功、ありがとうございます。ショップチャンネルでカファレルご購入いただいて、私も実は今回のバレンタインに間に合うようにカファレルなんと13個買いました。配りまくる予定ですが、10袋以上まだ家にあります。どうしようと、今日もうバレンタイン、ちょっとドキドキしておりますが、かなた様もカファレル好きでお好きで嬉しかったです。ありがとうございます。そしてゆり様、バレンタインデーに会社の女の子から手作りのチョコレートブラウニーをいただきました。胸がキュンとしました。それを真似て彼にケーキをプレゼントしたら、本当に作ったの、買ってきたケーキみたいとハグして喜んでくれました。本当にちゃんと皆様こんなに素敵な甘いエピソードをお持ちで、素敵だなと思う。ハグして喜んでくれる、しかももらったプレゼントがとっても嬉しかったから、それを真似てまた大切な方にあげるっていう循環がすごく素敵ですよね。ゆり様ありがとうございます。いやいいですね、チョコレートブラウニー作ってみたいですね。胸が私もキュンとしました。ありがとうございます。そしてキラキラ星様、もう十数年前になりますが、私が出かけるときは毎回バス停まで弟が見送りに来てくれました。出発まで何か話をすることもなく、お菓子を食べるだけでしたが、今では懐かしい大切な思い出ですと。仲が良くてとっても素敵ですし、なんかこうね、言葉とかじゃなくて行動でお姉さんのことをとっても大好きなんだろうなって、しかも一緒にお菓子を食べる、なんかこの兄弟の背中が情景として浮かぶような気がします。私も実はずっとあのスイミングスクールに通ってきて、スクールバスだったので、途中まで家族や妹が一緒に来てくれたことがよくあったので、なんか似てるなと思って嬉しくなりました。キラキラ星様、素敵な兄弟のエピソード、未だに仲良しだったらいいなと思います。ありがとうございます。
そして甘いお話聞かせてください。ピンクちゃん様、私は韓国のある俳優さんが好きでイベントに参加しました。ファンサービスでハグをしてもらえたのですが、嬉しくてギュッとしたら俳優さんもギュッと心臓の音が聞こえるぐらいハグしてくれて、帰りの出口が分からなくなるぐらい舞い上がってしまった。甘い思い出、すごい成功したファン、素晴らしい。世の中推し活がブームですが、推しの方の心臓の音を聞いたことがあるオタクってどれぐらいいらっしゃるんでしょうか。羨ましい。いいですね。私も8年間ぐらい同じ方の推し活をしていましたが、握手が精一杯でした。ウインクをいただいた時には死んじゃうかと思いました。いや、いいですね。ハグして心臓の音、ピンクちゃん様。ちょっとね、大切な方が近くにいらっしゃる方はぜひ今日ね、夜あたりハグして心臓の音聞いてみてください。羨ましいエピソードでした。ありがとうございます、ピンクちゃん様。そしてコロコロちゃん様、お母さんは美人だよと父がよく言っていました。もうなんと、もう本当になんか円満なエピソードばかりですごく幸せ。お母さんは美人だよと、それを聞いて育ったコロコロちゃん様が絶対素敵な方ですよねって言った手前、私もよく両親がすごくラブラブでですね、よく父が母を褒めてるところで、母がテレビを見て綺麗な女優さんが映った時に、私とどっちが綺麗って父に聞くと、脳を返さずにもう父は君だよって答えて、あ、なんかいいなって思って、なんかそんないいですね。コロコロちゃん様、ご両親が今も仲良しでいるといいなと思います。憧れます、そんな夫婦。甘いお話ありがとうございます。きっとそのお父様から今日何か送ってらっしゃるかもしれないですね。外国式コロコロちゃん様、ありがとうございます。そしてスマキ太郎様、私の家では毎年父にチョコレートをあげるのが決まりなんだ。素敵ですね。しかし今年は父から母へバラが贈られました。外国で、おお、外国では男性から女性にお花をあげるのが有名なんだよと、父との会話で口に出してしまったからだかもしれませんね。真っ赤になった両親を見て甘い気持ちになりました。ちょっとスマキ太郎様とコロコロちゃん様とご両親の仲良しエピソード、すごく素敵だと思われませんか。しかも私も女性に勇気を出すなんかイベントみたいな感じがバレンタインでしていて、逆だったらすごくなんかもらえる側だったらすごくいいのになって子供の頃からずっと思っていたので、外国は男性から女性にお花をあげるのが有名、なるほどと思って、日本にもこっちの考え方も浸透するとみんなハッピーかもしれませんね。羨ましい、スマキ太郎様、嬉しいお話をありがとうございました。今年もお父様からお花贈られてるんですかね、どうでしょうか。ありがとうございます。そして高円寺エリオ様、すごいペンネームありがとうございます。子供の頃ホールケーキを独り占めして食べたことがあります。食べるまで冷蔵庫に保管すると家族にバレてしまうのでお外に保管、みんなで食べれば会話も盛り上がり美味しいのにと、過去の自分、お外に保管寒い時期だったらいいなと思う、過去の自分に言いたいです。今は家族でホールケーキをいただいていますと、欲張り食いしん坊時期を経て今ではシェアする幸せということですね。ちょっとお時間が迫ってきましたね。最後以上でありがとうございます。ではでは、引き続き明日も明後日も皆様の甘いお話を聞かせてくださいをテーマに募集しますので、ぜひ今週のラインナップ、あと木曜金曜のラインナップはご覧のようになっております。あ、企画のフリップ、こちらこんな感じで、バレンタインウィーク、ブランケットとバッグ、このバッグにはブランケットが収納できますので、ぜひ今の時期嬉しいアイテムだと思います。可愛いレッドカラーです。ぜひお客様投稿お待ちしております。それでは午後のひととき、ハッピーバレンタイン、ハバナイスティー。ショップチャンネルでは2月9日から15日まで全員送料無料です。全国どこでもどのサイズでもテレビもネットの商品も。